皆さんこんばんは、神戸市民の淡井圭介です。2023年3月の29日、これで見えるかなというところですね。こうやってたら見えるかな。反射光を利用してですね。で、今回、の内容は、欅坂、まあその後桜坂という名前に変わりましたけども、明らかに曲のクオリティが落ちてると。まあその辺のところでですね、まあ日本の歴史、日本の歴代のバンドマンっていうのを私のホームページ、淡井圭介の履歴に記載してるんですけども、その途中でラファエルぐらいで止まってたんですけども、まあラファエルの曲も、まあさらに、良い曲を、追加で記載して、で、その他の、心当たりのバンドの、まだ思い出しました。ラピュータが忘れてました。また、時間ある時に載せておきますけども、あの辺のところのね、人たちに、まあ頼んで、まあバンド名出してますから、まあどんな曲を作ってるか、自分たちで欅坂や桜坂の人たちが聞いてみてね、この人たちに作ってもらったらどうかな、みたいなところでね、作ってもらったらいいんじゃないかなと、思います。ね、もう、とにかく、クオリティがないと、僕も、海外の人に、こう、進めにくいですから、それ、失敗したら、日本の、その品質自体がね、音楽業界の品質自体が、レベル自体が疑われてしまうんですよ。で、相手してもらえなくなっちゃうから、絶対クオリティだけは、下げない。で、本当にクオリティの高い作品を海外に、おすすめすると。まあ、こういうふうな形じゃないと、絶対成立しないんですよ、本当に。まあ、ラレーヌというバンド、もう、載せてますけども、ボーカルの人、リューチェルとちゃうかと思って、あれ、なんか声が似てるなぁと思って、一体みんな何歳なのとっていうことになるのと、だからもう最初からこんなにややこしい話になっちゃうから、みんなもう本名だけで、テレビ出るようにしなきゃなんない。本当に、どんなスポーツ選手だろうが、バンドとか、アイドルグループだろうが何だろうが、みんな本名じゃないとわかんない。どうせ結婚者だけでね、大抵女性の方が男性の方の名前に変わるでしょう。もうそれだけで行方不明事件になるから、探せない人は探せないんです。本当に。探せなくなっちゃうんです。本当に。もう会社にいないかわかんないんですとか、そういうふうに言われちゃうんです。本当に。探す手間がかかるっていうのもあるんでしょうけどね。本当に。まあ、そういうことで、テレビ局の皆さんとかね、音楽業界の皆さん、ご協力の方よろしくお願いします。普通に今バンドウォーマンとして活躍されてる方は、もうそのまま継続でいいと思いますよ。じゃないと、昔からこういう状態なんですよ。何か問題事があって、解散して曲作りに回って、みたいな形でね、何かね、ある程度ね、もうね、もう、正社員雇用家じゃないと、絶対無理なんですよ。大きな家を建てるっていう形で。で、正社員になったからといって、必ずしも、ずっとその職業を続けていられるかって言ったら違うんです。上登っていけば行くほど、絶対に裁判所に出頭命令が来るんですよ。大体の、どこの会社入っても、大手入ってもですよ。ここ、去年かその前の年が120万件なんですよ。1年間の裁判の訴訟の数。びっくりするでしょ。数年前まではね、まあ41年間でね、40何万件ぐらいだったんですよ。もう裁判所も多分いっぱいいっぱい本当に。まあ、法律に強い人たちがたくさん増えた、徹底的にね、正しく生きていこうという形でね、まあ世の中が稼働し始めたかなと思うんです。あんまり余計なことしてる暇ないんですよ。みんな本当に。だからバンドマンも髪の毛染めない。これは海洋基本法違反になりますから、本当に。ねえ、今の大臣見てわかります？文部科学大臣の人。もう名前覚える気ありませんけども、髪の毛染めてるから女性の人、メガネかけた人ね。もう今すぐあんた辞任やって。義務教育で髪の毛染めたらダメだっつってんのに、本当に、文部科学大臣のもとに、文部科学省とかがあって、各省庁とかね、あるんですよ。ね？みんな、所轄の、トップの、髪の毛染めてるって、これ、僕今笑いながら言ってますけども、裁判所だったらめちゃめちゃ怒ってると思うんですよ、本当に。多分20%以上の金を、
あの給与はね、年間の国庫に返納せって、あんた議員になる資格なんか最初からないよって髪の毛染めてるんだったらって、めっちゃめちゃ怒ってると思うんですよ。こんだけ人材派遣会社とかにの人間とかはね、人生たらい回しになって仕事場現場がね、でね、あの5年間の勤めがあったらね、正社員になるルールとかもあったりするんですよ、法律でね。だけども現場たらい回しにされるでしょう。でそのツケを見たらってね、淡路花博2000年のそれ議員さんが招いたんでしょって、昔からそうなんです。大阪の万博も あれ後でもう本当のことバレてから、いろんな人たちからケチョンケチョンに言われるんですよ。ケチョンケチョンに言われるぐらいだったんで、頭下げて済むんだったらまだいいんですよ。裁判所にお前ら議員だったんだろ、責任持って出てこいっていう人も本当に僕みたいな人はいるんですよ。本当に法律に強い人は人生めちゃめちゃになっていろんなことを我慢して働いてきたのに、いろんな奴らに騙されてね、あの貸金とかね、あの金融会社とかアコモとかプロミスとかも親会社どっかやってたら大手の銀行なんですよ。それは大手の銀行の受付の窓口にね、キャバクラで働いてる人間が出てきたりしますって。最初から無理社会こんなんじゃ僕に見つかって摘発されてますから、本当に。三井住友さんのね、あの藤原大支店ね、僕から歩いていけるところの銀行のところね、バレるから、本当に。あの、監査のね、あの役員の人たちとかもう社会的地位じゃないルール法律だっていうこと分かってるから、あの判例の世界まであの踏み込んでる人たちだからよく知ってるんです。だからテレビを通してね、僕へのメッセージでね、君となら一緒に働けるわって言ってくれてるんですよ。要するにあのはっきり言うとね、あの、あずさ監査法人とかね、ああいうふうなところの人たちがね、あの、一緒に働こうぜって、君の実力だったら通用するよって、もう、君の実力だったら多分大丈夫だって、あの、逆に訴えられることないわって、あの、監査法人が間違えた。民間人に、あんたたち間違えてるよって。訴えられるんで、これね、もう絶対安全権なんかないですよ。みんな法律とか判例とか、今までどういう風な経緯とかあったか、しっかり聞く耳持ってね、対応しなかったら、みんな訴えられるんですって。本当ですって。あんね、総理の田中角栄さんが捕まってるでしょ。それ見てわかんないんですか？社会ルール、法律やらなかった、なかったら通用しないんですっていうことなんです。まあ、いきなりね、あの、欅坂や、まあ、桜坂の人たちにこんなハードルの高いこと言って、まあ、大丈夫かなとか思うかもしれませんけども、これね、いきなり、まあ、あの、やっぱり上の人間が変わってくれたりする部分もあると思うんです。絶対エロには走らないでください。エロに走ったら、僕テレビに出るの禁止させますから。それ守らなかったら今度テレビ局が訴えられますから、僕に。本当に役員下ろしていきますから。で、その金額とかね、巻き込まれた人たちに、への救済に回さんかいっていうことで、いいですか？民事の、あのね、請求するところ、三親等以内まで、認められてるんです。だから、血縁者ね。遡ってこられるんですよ。だから、血縁者で三親等以内で変なやつ出したらもうそこの家系大体終わりやっていう話、僕は子供の頃から聞いたことあるんですよ。ね。そういう社会になってるから、みんな手堅く、しっかりと生きていかなきゃならないっていうことなんですよね。だから、ジャニーズも、その桐山の件とかね。4人組でタムロして僕のここの住宅の裏手のところでね、買い物して帰ってくる待ち構えていて、足元の手前2メートルぐらいにツバペーって入って絡んできて、喧嘩、男4人で1人に対して待ち伏せ行為って、これ裁判者えらいことになりますよね。マスコミあるんだから世間に対して開示しなきゃなんないんです、事件を。そうじゃなかったら何をしてよくて何をしたら悪いのか、みんな判断基準がなくなっちゃうんです。それしてあげなきゃなんない。いいですか？ジャニーズのブランドいきなりガコーンって下がりますからね。僕の今までしてきたことの話、世間に全部通って、ね、テレビで大っぴらに、それでどこの誰がどうだって、桐山なんか最終的に、僕もそのままね、足元に唾ペッて吐かれた時に、もうトラブルになるもん、もうそんなことでいちいち時間使ってられないから、そんな社会のことよく分かってないやつに、本当に、僕から言わせれば、ジャニーズでちょっと出世した。小さい、本当に。実績が、本当に。僕の実績と比べたら、本当にもう、天と地の差ある。本当に。ね。で、最終的に、そこの春山整骨院の前で僕に向かって、
殺すぞって叫んでるんですよね。お前一回作通によくで刑法かけたろかって思うんですよね、本当に。で、わかります？田中ひじりなんかもうどないも来ないもならなくなるでしょ。だから本当は法律身につけてからテレビ出なきゃなんないのに、みんなテレビに出る順番逆。だから恋愛感情とかを利用して恋愛商法しちゃダメなの、音楽をとかも売るときにね。先に結婚しといて、自分が結婚してることを世間に開示して、私は絶対浮気しませんっていうことをね、私っていうことは男性も女性も当てはまるでしょ。そういうことを約束してね、約束というかもうそのこと言わなかったもそれも見つかったアウトなんです。もうそれもうわかるでしょっていうこと。本当もう下着の写真集なんか論外。本当にそんなやつにエロまで売って金に換えるやつなんかもう絶対身内から出てきま身内辿っていったら出てきますから。暴力団関係とつるんでた連中ね、もうそんなやつはもう人生どないも来ないもできなくなります。僕みたいにこんなに頑張って社会復帰目指してる人間の話があったらね、社会の皆さんは法律に強い人たちですよ。法律にたけてるオンブツマンと呼ばれる人たち、日本全国に3万人から4万人、多分今5万人以上になってるんじゃないですか。それぐらいいらっしゃいますからね、本当にそういう人たちがフル稼働で動いたあっちこっちでね、年間120万件を突破する訴訟始まったでしょ。僕は言ったらみんな動くんですって分かってくださいよ。僕の実力ね、原油価格から為替相場からガスの価格、石炭の価格まで全部動くでしょ、僕の一言一言で。分かります？世界中の政府とかと経済界とかの超大物の人たちがピシーってなりながら、あいつが何言うかっていう情報、CIA とかね、法律辿っていったらちゃんと情報もね、世界中で情報共有しなきゃなんない。ね、お金が動くから。だから僕の一言一言にみんなもうアンテナ張ってるんですよ。わかります？情報回し合ってるんですよ。今どんな状況って、あいつ今どういう風に動こうって言ってんのって、俺らもやばいのみたいな。わかります？この状況。あいつ、未だに被害者のままでずっとおるわ。今から一撃裁判しようとしてるって。これ多分日本のエロ業界全滅するわって。ゲオもツタヤも気張ってないと、もう自分たちから率先して、もうそんなもの置かないようにしないと。アダルト DVD とブルーレイとかね。本当に。もう、とんでもない金額になりますよ。本当に。何のために今まで働いていたのかって。使用者責任と現場で働いていた。あなた何年働いていたのって。ゲオにもツタヤにも言ってますから。アダルト DVD とか置くなって、淡井圭介さんっていう人が僕身分証明書見せてますから。ね、会員にもなってますから。ね、自分たちの会社で淡井圭介の情報扱ってるでしょ。ちゃんと経団連の人たちに聞きなさい。上の方の会長とか徳倉さんとかに。聞けなかったら間の人たちに、淡井圭介さん知ってますかって、政府とかに話し通して法改正とかしてるからですかって、向こうから返事来るわ。いっぱいしてるって。俺らも、あいつから言われたら、どれだけ法改正したらいいのか分からんようにあるぐらい、あいついろんなこと言ってくる。で、俺たちもそれ責任感持って、頑張って稼働しなかったら、俺たちも立場危うくなるから。このね、緊張感を持ったね、状況分かります？ NHK のね、半分以上の株は、ね、まあ、経済産業省が、まあ、財務省が、一回、麻生太郎さんが総理の頃ぐらいの頃かな、株の移動とかしたんですけどね、いいんです、国の持ち物だからっていう一言で終わるんですか。こんなハイレベルな話分かんないでしょ。僕が言ってみたんですけどね、できるんですかで、できるって言って、じゃあしといてやるよっていうことで、本当にウィキペディアで調べたら分かりますから、もう重要なところは国が抑え込んでるんですって、ね、50% 以上の、株を保有してるところが会社の役員さんを送り込めるんです。分かります？ね。だから、社長とかね、まあ、例によっては会長とかね、まあ、専務、常務とかね、全部、送り込んでいけるんですよ。場合によっては部長とかね、本当に大きな会社の部長とかね、しようと思えばできるんです。昔の話まで辿ったら、名古屋なんて、ね、隣が、まあ、愛知県の、
中に名古屋っていうところがクローズアップされてますけども、愛知県の中に豊田市っていう市があるんですって、行政がまとめてきたんです。もともと自動車会社とかバイク会社とかオートバイのね会社とか各地でね技術を持ってる人たちが自分たちで研究してあっちもこっちも店出したんですよ。大手からお金借りたりとか、君が活躍 してくれることを信じてるからで、みんなで潰し合いして、これは無理やって、もうみんなまとまらんと無理やっていうことで、会社合併していったんですよ。証券会社も同じですからね。みんなそんな歴史知らないでしょ。もう本当に、僕本当にいろんなこと知ってますから、池上彰さんも舌を巻いて、向こうの方が上ですって言ってるんですよ。淡井圭介に向かってね、実力全部ひっくるめて、スポーツ業界から何から法改正かね、メダルがどうこう、あれ作っちゃダメ、これ作っちゃダメ、こんなもの店に置いちゃダメ、いろんな話全部ひっくるめて、もう言い始めたらキリないから、もうこれぐらいにしときますよ。はい、皆さん、ね、していいことと悪いこと僕はしっかりと線引きしてるんですから、そういうことをしない人、そういう人たちにちゃんとお金が回ってくるようにしておきますからね、皆さんご協力のほどよろしくお願いします。まあ音楽業界の人たちもね、良い曲を作れる腕のある人たちいますからね、その曲とかだったら、大丈夫、まあ世界に対してもね、進めていきます。まあ今の時代だったら主に YouTube っていうことです。はい、皆さんご協力のほどよろしくお願いします。そこから良い話、拾い上げていって、いろんな国とのね、国交関係良くしますんで、ご協力のほどよろしくお願いします。さあ、すごい大仕事が来た。